い時は特に頑張ってた西野さんとか、はいはい、すごい怒られてたんですけど、うん、なんか一回試合前半で帰られ、前半の40分ぐらい帰られて、でも俺もふてくされて、うん、もう後半にバス乗ってたんですよ。うん、そうなんだ。1年目ですかね。うん、1年目は、まあ、でもうそれバレて、うん、3試合を東京でやるっていう大会だったんですけど、うん、もう1試合目の時点でもうお前帰れって言われて、うん、チケット忘されて、うん、1人で新幹線乗って、うん、帰ったの？帰らされて、うん、そっから結構ずっと試合使ってもらえなかったりとか、まあ、いろいろあったんですけど、うん、でもなんか最近の監督とか、まあ、J リーグもそうですけど、うん、あんまり厳しく選手にこう言ったりするっていう風潮なくなってきたので、うんうん、なんかまあ若い時に結構、まあ、自分もわがままでしたけど厳しくこう接せられたっていうのは、うん、まあ、しくじるというか、まあ、失敗談もいっぱいあるんですけど、うん、まあ、ありがたかったな。